おー、エミネーでーす。はい、ということで今回はですね、これからクリスマスを迎えたりお正月を迎えたり、いろんなイベントがね控えてるこの時期に、私がぜひおすすめしたい激盛れかつ激可愛い下着をちょっと紹介していこうと思います。前に下着紹介の動画を一度だけ出したことがあるんですけど、あの動画がね、思った以上に好評をいただきまして、みんながねすごくためになったとか、ブラが欲しくなったっていうねお声をたくさんいただいて、本当に嬉しくてありがとうございます。で、なんとね、その動画がきっかけで、私がずっと大好きで気になっていたアンダーザローズさんっていう下着のねブランドさんと今回コラボさせていただきまして、私がねこの時期にぜひ着ていただきたいって思う下着セットを今回特別に皆さんにお届けさせていただくことになりました。本当にありがとうございます。日頃からの下着には私すごくこだわりを持ってまして、私が本当にいいと思う下着をね、ぜひみんなにいつかお届けできる機会があればなって思ってたのでね、それが早速第一弾として叶ったのですごく嬉しいんですけれども、今回ねめちゃくちゃ気合を入れて選ばせていただきました。もともとね予定してた時期より2ヶ月ぐらい伸びちゃうくらい、これじゃないあれじゃないよめちゃめちゃ言ってしまって、下着をねいろいろもう本当に厳選したんですよ。やっと絞れた3点を今回セットにしたのでね、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。でね、皆さんクリスマスとか、まあ新年を控えてるわけだし、今の時期ってなんだかこう新しい下着が欲しいなとか思う季節じゃないですか。私もね1年の中だと一番この季節が下着欲っていうのが高まる時期なんですけれども、今回ね私がセレクトさせていただくのが、クリスマスとかイベントに向けて男性受けもしっかり狙いつつ、自分の気分も上がる女の子受けもバッチリな下着セットです。それでは早速下着を紹介していきます。レッツゴー。こちらの下着セットはぜひ今の季節のデート勝負下着として身につけていただきたい下着です。まだ付き合って間もない彼との初めての夜、どんな下着をつけたらいいのって方も、この下着は清楚さはそのままに、ちょっぴりエッチな雰囲気もいいとこ取りできちゃう私の一押しアイテムです。この上品で繊細なレース感がたまらなくないですか。この真っ白すぎないアイボリーのカラーが肌をねすごく綺麗に見せてくれます。まず早速一つ目、じゃじゃーん、ね、めちゃめちゃ可愛くないこのブラジャー。まずね正面から見たらこんな感じでね、おしゃれでさ、デザイン性があるブラジャーじゃないですか。でもこういったねサイドのところ、女子はさここがなんで大事かわかりますか。エミネー的にここねめちゃめちゃ大事なんだけど、ここがね若干太いことによって脇肉がはみ出るのを防止してくれる役割があるんですよ。ここのねレースの部分が若干透けてるのもわかるかな。たまにこの辺がこう蒸れちゃったりとか、脇高がゆえこの辺になんかね圧迫感を感じやすいブラジャーとかも多いなって印象があるんだけど、このねレースの部分が若干透けてるので通気性がねかなりいいです。だからつけてても動きやすいし、蒸れとかねあんまり感じないような機能性になってます。でね、今日紹介するブラジャーは全部ノンワイヤーなんやけど、これもねもちろんノンワイヤーです。でパッドの付け外しがこういう感じでねくっついてるのでできないんですけど、パッド自体がすっごく柔らかいので、私は結構バストがね大きめで大きく見せるのが得意じゃないっていうタイプではあるんだけど、これはそういう人でもあんまり気にならずバストをね包んでくれるようなブラジャーです。ただタップ数はあるけどあんまりお胸にボリュームを感じないっていうお悩みもねある人もいると思うんだけど、これはボリュームをねしっかりと出るように見せてくれる機能性もあるので、オールマイティーだなって思ったんですよ。そしてこのデザインの可愛さですね。でね、これ色もポイントだなと思ったのよ私ね。真っ白だとちょっとと狙いすぎてる感じがあるのね。白い下着ってやっぱ男性系間違いないって、ま、昨日たけちゃんにも聞いてきたんですけれども、このね色が若干アイボリーがかってる肌なじみがいい色なのね。だからつけててもいやらしすぎないヘルシーさかつ純粋さっていうのをこう取り揃えてるようなカラーなので、やっぱね男性はえっかわいい、でも白
白やんけみたいな感じでちょっとびっくりしちゃいますよね。こんなね素敵が出てきたら。で今回はショーツも一緒にセットなんです。で皆さんご覧ください。すごくない？こんなすごい純粋そうなブラジャーをつけておいて下を見たらあらまスケスケなショーツなんですね。もうこれがねたまらねえと思いまして、私今回セレクトさせていただきました。で普通のショーツとは違ってね、ここの太ももの付け根に来るあたりの部分にもスケスケの素材になっているので、履いた時にねすごくデザイン性が素晴らしいです。彼と今日はもしかして初めてそういうシーンになっちゃうんじゃないのみたいな時にもね、頑張りすぎず彼がドキッとしてくれるような部分を抑えたような下着になっております。彼と初めての旅行やたまにはいつもと雰囲気を変えたいって時に一押しのブルーの下着です。このブルーがとっても透明感アップしてくれるカラーで、明るい場所ではもちろん薄暗い場所でも肌を綺麗に、そしてなんだか綺麗になったって思わせてくれるような下着です。いつもは大人っぽい下着をつけてる子もたまにこういう下着をつけてみると彼もドキッとしちゃうこと間違いなしだぜ。ヘルシー感のある気分の上がる下着です。お次がこちらです。じゃじゃん、ミックスカラーシフォンレース育乳タニバブラセット。ブラジャーがこんな感じのデザインで、ショーツがまたスケスケです。私スケスケショーツすごい好きなんですよ。じゃあまずねブラジャーの説明いきますよ。レースのデザインを見てください。肌に直接触れる部分も幅が広めなレースになってるのね。だからここにこうやってお肌が重なるとめちゃめちゃセクシーじゃない？であえてね明るい淡い色を身につけることによって枯れ受けもバッチリなんじゃないかなと思います。このさバイカラーの部分めちゃめちゃ可愛くない？若干くすんでるピンク色になってて、ここが肩に来るとこういう感じで二連になってるんですよ。後ろもこういう感じで二連になってるので、細いストラップなんだけど二連になってることによってちょっとねバストが大きめだったりとかお胸がね重たいなってコンプレックスがある方でもギュッとしっかりと上げて支えてくれるので機能性はバッチリです。でさここのさストラップがめちゃめちゃいいなと思ったんだけど、下着っぽくないよね。例えばさちょっとこうチラッとお洋服から見える時にここのレースの部分とストラップの部分が見えたとしても下着に見えなくないですか？お洋服のキャミソールかなみたいな感じに見えるので、下着がちょっと見えそうなお洋服を着る時とかは下着っぽくこう見えないような対策としてこのブラを使うのもおすすめだし、全然見えてもおしゃれなのでめちゃめちゃ可愛いかなと思います。何がともあれこのねカラーがすごくさおしゃれじゃない？ピンクとブルーの組み合わせって本当に可愛いよね。え天才かと思って迷わずこのブラのこのカラーをセレクトさせていただきました。ノーワイヤーなんやけど、さっきと同じこういった脇の部分にもしっかり支えがあるし、後ろのホックの部分も結構太めなのでしっかりと支えてくれるんですよ。てか今日紹介する下着全部ナイトブラとしても使えるんよ。これめちゃめちゃすごくない？ナイトブラはナイトブラでおしゃれなものっていっぱいあるけど、やっぱりさ普段自分たちが身につけてるお昼のブラジャーよりはちょっとデザイン性が落ちちゃったりするじゃん。でもね今日紹介するこのおしゃれな下着たちはナイトブラでもいけるし、このブラジャーはスポーツブラとしても使えるので、まあ、スポーツブラまだデビューしたことないとかこう下着ねデビューしたてでまだ何つけていいか分かんないよって方とかねすごく挑戦しやすいブラジャーなんじゃないかなと思います。で私のお胸のねコンプレックスとしてはバストが大きいからゆえ垂れとか離れて見えちゃったりとかしがちで、すごくコンプレックスを抱えてるんですけど、同じ悩みの方いますか？でもこのねブラの機能としてはしっかりと柔らかいパッドの部分がクイッと中央に引き寄せてくれるような構造になっているので、ブラをねつけたら自然と中心によってナイトブラとして使うにもめちゃめちゃいいなって思ったのね。やっぱ夜ってさお胸の形がね補修されたりとか、日中にやっぱこう動いちゃうお胸をしっかりと休ませるような時間で大事なんだけど、このブラジャーはそれがね夜とかにもかなっちゃうので、ナイトブラとしての機能もいい、日中使っても可愛い、これはもう選ぶしかないだろうということで、はい、選ばせていただきました。ぜひねみんなに着ていただきたいブラです。でもさっきも最初に見せたけどショーツはこんな感じなので、スケスケの可愛いショーツでございます。やっぱり黒はどんなシーンでも圧倒的に彼をドキドキさせられる下着ナンバーワンです。だからこそブラ紐まで抜かりなくセクシーなこの下着をチョイスしました。年下年上関係なく確実にドキドキさせられること間違いなしです。
最近ちょっとマンネリ化してきたかもって悩んでる方にも、大切な日にはぜひこの下着を身につけて彼ともう一度愛を確かめ合ってほしいです。そしてこのショーツが本当に可愛いので、ぜひ彼に上下合わせて見てもらってほしいなと思います。3つ目のブラを紹介していきます。じゃじゃん。もう私といえば黒でしょう。私の願いなんですけど、黒い下着をね持ってない方、一つは持ってた方がいいです。やっぱり男性向けはもちろんそうなんだけど、ちょっと今日は気合を入れたいとか、自分の気持ちをちょっと引き締めたいなっていう時に、私ねあえてこう黒い下着を選んだりするんだけど、もちろんね明るい下着もねすごく自分の気分を高めてくれる下着の色ではあるんだけど、黒ってねまたさらにこう引き締まった気持ちにしてくれるんですね。だからそういう時にも黒は一つ持っておいてほしいのと、やっぱ男性向けはね間違いねえので、はい、黒はねめちゃめちゃこだわるのでね、私もうすっごいこれじゃないあれじゃないこれじゃないあれじゃないをすっごく繰り返した黒で、やっとこの下着に出会いました。でこのブラジャーの機能としては、ノンワイヤーはねもちろんなのですごく柔らかいのと、ナチュラルで無理のない谷間を自然と作ってくれるようなブラジャーになってます。でパッドの部分もすごく柔らかくて、つけ心地がねいいパッドになってます。なんかね赤ちゃんのほっぺた触ってるみたいな、こんな柔らかいパッドはあんまりないよね。私ね結構パッドを取っちゃって自分の好きなパッドに入れ替えるくらいこだわりがあるんですよ。だからこう付け替えたりとかもせずに、このままねお胸に当てて問題ないなと思うので、私が好きなパッドなので今回選ばせていただきました。もう付けた時に思ったのが、付け心地がめちゃめちゃいい。お仕事で出かける時とか、まあ遊びに行く時とか、長時間ねお外で動き回ったりする時とかにもぜひリラックスしてね付けられるようなブラジャーなので、そういう方とかにもね付けていただきたいです。さっきの2つと比べて、この脇の部分は若干ね狭めにはなってるんだけど、こういったレースの作りなのですごく通気性もいいし、ホックの部分もしっかりしてるので安定感は抜群でございました。え、もうさ何がともあれデザインがめちゃめちゃ可愛くない？ここがブラジャーの際やとしたら、その下にこうね胸の下部分にまでこうレースがしっかりとあるタイプなの でストラップの部分もこんな感じのね可愛い可愛いレース仕様になってます。後ろのね背中に来る部分もこんな感じでレースになってて可愛いです。なんかさ下着姿になった時にこの胸ってなるのが私あんまり得意じゃなくて、でもこれは胸の下にもレースがね施されてるので、そういう時とかにも下着姿にこう抵抗なく着れるんじゃないかなって思います。で皆さんお待ちかねショーツ、じゃじゃん、キャー、HHE やばーい。さっきの2つよりもまあ攻めたようなショーツですね。めちゃめちゃ可愛くない？でね履いてみて思ったんだけど、ここのね太ももの外側に来る部分のレースがここだけに施されてて、めちゃめちゃここがねおしゃれなの。太ももに天使の羽生えましたかみたいなくらいすごく可愛くて、このねレースの部分ねぜひみんなに伝わってほしいんですけれども、はい、3つ目の黒の下着はこんな感じでございます。はい、ということでこの3点がエミネセレクト下着セットでございます。でね私今回この下着のセットにお名前をつけてブルーミングっていうお名前をつけたんですね。で意味としてはこうお花が満開に咲くとか若々しく美しくっていう、まあ、意味を込められてるんですけれども、このセットのどの下着を身につけた日でもこう自分の気持ちがハッピーに前向きに過ごせれるようにと願いを込めてこの名前をつけたセットとなっております。やっぱりさお洋服とかってもちろんこうみんなにね見られるものだし、すぐにこう変化とか分かりやすい部分ではあるけど、下着って意外と毎日着けるものなのに買えなかったりとかおろそかになりがちなものだったりするじゃないですか。でもみんな新しい下着を新調してその下着を身につけた日をちょっと思い出してほしいんですけど、なんかちょっとさ気分が上がりませんか？でそういうのをねやっぱりお洋服くらいの頻度でみんなにも感じてほしいなっていうことで、今回は3点セットなんだけど税込み 12,500円、機能性も備えつつデザイン性もちゃんと加わってる、ずっと長くね身につけてて問題ないブラジャーたちが3つセットで 12,500円はかなり良心的でお得じゃないかなと思うので、ぜひこの時
時期にね、新しい下着を身につけて気分を上げて今年の締めくくり、もしくは1年の始まりにこの下着たちと一緒に過ごしていただけたらなと思います。で、このセットもね、数量限定でなくなり次第終了となっておりますので、ぜひ気になる方はなるべくお早めにゲットしていただけることをおすすめします。はい、ということで以上でございます。本当にね、もう本当に嬉しいコラボレーションで、めちゃめちゃ気合い入れて何ヶ月前からずっと準備してきたコラボなので、みんなに届けばいいなってすごい思ってます。で、今回の詳細も今日の動画の概要欄に書いてありますので、ぜひそちらからチェックしてください。で、このセットはこの動画が上がって今20時から発売がスタートになってまして、動画で詳細を見た後にぜひ概要欄のね URL からこのセットをゲットしに行っていただきたいと思います。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとか Twitter もやってるので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。